ほっほきる日の戦いは、1758年10月14日に行われた七年戦争における、プロイセン軍とオーストリア軍との海戦である。オーストリア軍が勝利した。8月25日、プロイセン軍はソルンドルフの戦いで、ロシア軍に勝利した。その頃、オーストリア軍は、ザクセンを主戦場と定めて10万近い兵力を投入し、圧倒的多数で、 大手ハインリヒ式のプロイセン軍を包囲しようとしていた。ザクセンからの急報を受けて、フリードリヒ大王は直ちに取って返し、1日 40km の強行軍でクローセンハインに進出した。ダウンはロシア軍の敗北を知り、また大王の主力が到着したことからザクセン攻略を断念し、ラウジッツへ撤退する。これは山がちな地形のラウジッツで、 自給防御の体制を取ると同時に、プロイセン軍のザクセンとシュレージェン間の交通を断ち、それによって、別動隊による内政要塞攻略を援護するという目的であった。プロイセン軍もこれを追って、ラウジツへ入った。ダウン軍は、ホッホキルヒ村の東の丘に陣取って、柵を連ね残豪を掘って、堅固な陣を敷いた。なんとかして、ダウン軍を米面に追い返したい大王は10月10日。 ダウンが常に主戦一方の慎重孤児であることから大胆にもオーストリア軍の間近、丘の西に陣を敷いた。合わせて丘の北に列島の軍団を配置してダウン軍を圧迫しようとした。大王はダウン軍を見くびりすぎていた。多くの将軍たちがこの危険な不陣に反対した。ヤーコプ本会とは オーストリアの将軍たちが我々の配置を見てもなお攻撃してこないようなら彼らはみんな公主刑に値すると言い,い多少も同調した。このように多くの反対があったにもかかわらず、大王はこの婦人を強行した。一方ダウンは期待していたロシア軍の南下が不可能になったことから今シーズンの戦闘は早々に切り上げるつもりでいた。ダウンだけだったならば、 オーストリア軍は本当に撤退しかねなかったが、この頃、オーストリア軍の将軍たちの間では、慎重すぎるダウンの傭兵に不満が溜まっており、エルンストギデオン・ホンラウドンが、諸将の指示を得て、ダウンに攻撃を主張し、ダウンもその気になった。主君マリア・テレジアの誕生日が近づいており、それに合わせて、奇襲をかける計画が立てられた。奇襲は、プロイセン軍右翼。 南側からまず攻撃し、ついで南から回り込んだ部隊が、西から、そして丘を下って、ダウンの本体が、東から攻撃、さらに北にも、部隊を送って四方からの完全包囲を目指した。部隊の移動のために南に広がる、森の中で木を切り倒して、道を作り、兵士の足でその道を踏み固めさせるその間、丘のオーストリア軍陣地では欺瞞のために、 ひたすら陣地の強化作業が行われていた。10月13日夜、トラウン率いる奇襲部隊が密かに出撃し、プロイセン軍陣地の南側で攻撃態勢を整え始めた。この時、不審な農夫がプロイセン軍陣地に向かっているのを兵が発見し、拘束した。農夫はプロイセン王のために新鮮な卵を届けに行くところだったと主張したが、 その卵を割ってみると中からダウンの配った部下への指示メモが出てきた。この男はオーストリア軍内に潜入していたプロイセンのスパイであった。ダウンはこれを利用して大王にオーストリア軍は撤退の方針という偽情報を送らせた。10月14日午前5時、オーストリア軍は攻撃を開始した。プロイセン軍の昇兵線をたちまちのうちに突破し、 陣地外延部に流れ込んでそこを占領したが、プロイセン軍機兵の反撃によって一度追い返された。再度攻撃をかけたオーストリア軍は、数の力でプロイセン軍を押しのけて陣地に突入し、陣地に置かれていたプロイセン軍の大砲を奪って、至近距離からプロイセン軍を砲撃した。プロイセン軍は完全な奇襲を受けたが、混乱に陥ることなく直ちに反撃に取り掛かった。 しかし、霧が出ていて、状況の把握が困難で、右翼に加えて、後方、前方と攻撃を受けて対処が困難であった。大王は騎兵を出して、オーストリア軍の進撃を妨害させる一方で、北の列を呼び寄せて、合同を図った。ホフホキルヒ村をめぐって、両軍の間に激しい攻防が行われた。次々押し寄せるオーストリア軍の前に、カイト、ブラウンシュバイク講師。 フリードリヒ・フランツが戦死し、モーリッツ・フォン・アンハルト・デッサウは重傷を負って、捕虜となった。村は、プロイセン軍敵団兵によって、頑強に守備された。オーストリア軍も敵団兵を出して、村を攻撃した。境界によって戦った、ある敵団兵大隊は、圧倒的なオーストリア軍の攻撃によって孤立しても、なお戦い続け、ひたすら射撃し続けて、 敵を寄せ付けず、弾を撃ち尽くしたら最後は、重拳突撃を行ってほとんど全滅した。午前9時頃、霧が晴れて、状況を把握することのできた大王は、自軍がほとんど包囲されていることを知った。状況不利を悟った大王は、撤退を決断し、オーストリア軍の妨害を跳ねのけて駆けつけてきた列装と合流すると、隊列を整えて粛々と北に撤退した。 オーストリア軍はこれを追撃することができなかった。プロイセン軍は敗北によって多数の将兵、物資と歩を失った。しかし、オーストリア軍は奇襲による完全な優勢にありながら、プロイセン軍に多大の損害を与えることができず、かえってその抵抗により、プロイセン軍とあまり変わらない損害を受け、プロイセン軍の大号を組んでの撤退を妨害することができなかった。 プロイセン軍は、その後シュレージェンに移動して、内世を海囲いさせることに成功した。対して、オーストリア軍は、ザクセンに再進行したものの得るところなく、そのまま米面に引き上げて東映に入った。プロイセン軍もまたザクセンに移動し、オーストリア軍が撤退すると東映に入った。時のローマ教皇クレメンス13世は、この戦争をカトリック対プロテスタントの戦いと見ており、 ホッホキルヒの勝利に際して、ダウンに祝賀の奉献を送ったが、このことは時代錯誤も甚だしいとして、啓蒙主義者たちからは嘲笑を受けた。ありがとうございます。